い、どうも、岡田千恵里担当プロデューノのテクタンと申します。今回は今年のクリスマスの月末限定ガシャの限定アイドルちゃんを予想していきたいと思います。はい。いや、今回もね、悩みました。まあ、愛も変わらず、結構、最近収録があったアイドルちゃんからちょっと予想していくとか、そういった流れで考えたりしていってるんですけれども、まあ、そんな感じでいこうかなと思います。はい。まず、何週目の子が来るかとか、まあその話からさせていただきますと、今のね、ユニゾンオルタネイトの実装状況、こんな感じでございます。はい。どこかでお話ししたことあると思うんですけれども、ユニゾンがこれで埋まったんで、一旦ユニゾンの秒数打ち止めじゃないかなと思っております。はい。これ以上秒数増やしても、まあ、どこ増やすのって、例えば8とか増やしたら7、8、9とかなるし、ね。まあ、そんな感じなんで、ちょっと秒数多すぎじゃないって思って、それに対応するオルタネイトも、やっぱり、ね、出しとかなきゃってなると思うんで、まあ、このあたりで秒数は打ち止めかなと思っております。まあ、こっからまた同じ秒数のね、ユニゾンが出てくる可能性も、全然あるとは思うんですよね。特化を別のものに変えたユニゾンだったりとか、っていうのは出る可能性あるんで、まだまだ全然ユニゾン出る可能性も、私はちょっと捨ててません。はい。そして、オルタネイトが先月新しい秒数も来たということなんで、まあ、クールのアイドルちゃんがまたオルタネイト2つ少ない状態なんで、クールはやっぱりオルタネイトが来て、そして、5周目のアイドルちゃんが来るんじゃないかなと思っております。キュートタイプのアイドルちゃんなんですけれども、まあ、ずっと私出る出るって思ってる13秒高確率、さすがにそろそろ出るんじゃないかなと思っております。13秒高確率のね、ちえりちゃんのユニゾンが来てからも2月経つわけなんで、出るかなと思ってるんで、まあ、コンボなーのアイドルちゃんって割と、まあ、2週目3週目とかにつきそうかなと思うんで、キュートアイドルちゃんは2週目3週目で予想していこうかなと思います。はい。そしてパッションは不明です。パッションまたユニゾンどれかの秒数で来るか、また新特技が来るっていう可能性もあるんですけれども、来そうだなーって思ってるアイドルちゃんがね、まあ、いたりするんで、パッション5週目で予想していきますっていうのと、ファッションアイドルちゃんだけ5週目登場してるアイドルちゃんがね、めちゃんこ少ないんですよね。キュートアイドルちゃんは多いんですけど。はい。といった感じで、じゃあ予想を進めていきます。じゃあまずは、キュートアイドルちゃんです。はい。ここね、結構悩みまして、っていうのも、まあ一応一人決めたんですけれども、まあ、対抗とか大穴的な感じで、ちょっと、ね、他にも候補のアイドルちゃんいるんで、ちょっとお話しさせていただきます。まず第一候補としてはゆかちゃんを予想します。はい。進撃でね、もう最新話でイエローメローで3人でね登場したっていうこともあるし、ずっとゆかちゃんそろそろ来てもいいんじゃないかって思ってたのもあるんで、ゆかちゃん来るんじゃないかなと思っております。それに前の限定がフォーカスもらってるっていうのもあるんで、まあ、割と別にコンボナの可能性もあるのかなーとも思いつつ、いや、もしかしたらここでボイスミジソアイドルちゃんが来るのではとも予想しております。キュートアイドルちゃんね。私この月にボイスミジソアイドルちゃんが来て、もしかしてひじりちゃんとか来るかなとか、ぼんやり考えたりはしてたんですけれども、うん、オルタネイトが来そうなんで、さすがに、ひじりちゃんオルタネイトはつかないかと思って、まぁ、ちょっと、キュートアイドルちゃんをボイスミジソアイドルちゃん来る可能性あるかなっていう風に読んでます。で、クリスマスといえばクラリスさんなんですけれども、今モバで、なんか来てるよね。ごめんなさい、あれ何かわかんないんですけど、モバでクラリスさん来てるんで、って考えると、来ないかなって考えて、次に考えたのがかなちゃんなんですけれども、かなちゃん限定でクリスマス着てるのもあるし、限定から、限定 S レアから、限定 SS レアになることもあるんですけれども、初めての限定やし、うん、限定 SS レアがね、まだそんな何枚もポン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 出てるっていう、そういうアイドルちゃんなわけでもないから、そこをね、貴重な登場のね、ターンをそこで被せるのもどうかなって思うんで、
もしボイスミジッソアイドルちゃん来るとしたら私はしのぶちゃんで予想しております。うん、まあ、総選挙でもね上位に食い込んでおり、うん、まあそんなこともありそんなこともありなんでちょっとしのぶちゃんで予想しております。はい、そして大穴予想、大穴なんかなちょっと大穴とかの使い方がなんとなく分かるようで分からへんねんけど、ももかがもしかしたらみたいな感じで思っております。もう13秒コンボラも来ないよみたいな、ユニゾンだよみたいな感じでね、うん、まあ結構みんなの予想のね中でとしましては、まあ去年おととしかがみゆさんがノーマルの衣装かなのアレンジで、ゆずも衣装アレンジで着てる、じゃあももかがアレンジで来るに違いないっていう予想も結構見かけてっていう、なんかその辺もあるし、時期的にも割とありえそうだしっていうのもあるし、3年前のねみおちゃんの限定イラストの鎌倉の中にみゆさんとゆずいるんですよねなんかありそうじゃないみたいなね、まあそういうちょっとなんか予想です。はい、でもとりあえずゆかちゃんで予想しようかなと思います。うん、ちょっとね画像隅にねしのぶちゃんとももかもねちょっとポンポンって載せときます。はい、そして次にクールタイプ、クールタイプは、まあ、5周目アイドルちゃんが来るということなんで、うん、ここは楓さんを予想します。うん、ふみふみかなとも思ったんですけれども、まあここら辺のね、ここら辺の時期に、まあ、総選挙の曲と一緒にね合わせてボイス実装してる可能性がすごく高いんで、ここら辺で来るかなとは思ってるんですけれども、楓さんはお正月 SS レアすでにあるんで、まあ、こっちで来る可能性あるかなと思って楓さんを予想したいと思います。はい、まあふみふみもすごい可能性があるんですけれども、うん、っていう感じですね。はい、そして最後にパッションタイプのアイドルちゃんです。はい、ファッションタイプのアイドルちゃん5周目で予想してて、最初はユイかなーとか思ったりしてたんですよね。ユイ最近進撃のね登場もありましたし、なんですけれどもよくよく考えたらユイってアニバーで登場してるじゃないですか。あ、その時にもしかしたら収録してるかなって思って、うん、そしてユイの登場会に一緒に登場してたカレンとかミカネもアニマの時にね登場してたんで、あ、そのタイミングかと思って、うん、でキラリンを私予想します。キラリンね街めちゃんこ長いよね。4週目出始めてからすぐキラリンって4週目出たんですけれども、もう5週目出てからもねなかなかまだ出てない状況なんで、うん、もう2年以上待ってる状況なんで、これは出てもおかしくないぞと、うん、まあ、少なくともね今年度中には出るんじゃないかなとは思っております。はい、ということで私の予想はこのようになりました。ちょっとキュートがねいっぱい載せてるんですけれども、ゆかちゃんもしくはしのぶちゃん、ももか、そしてクールタイプは楓さん、ファッションタイプはキラリン、このような感じで予想したいと思います。はい、前回ねめちゃんこ外したっていうのもあってね、ハロウィンの時には結構当てたけど、前回がね全外しってことで、まあ、だいぶねちょっと自信もない状況なんですけれどもね、うん、まあ、こんな感じでいきたいと思います。フェスはあるんでしょうか、どうなんでしょうか。はい、ということで今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。